戦うのは私に任せて。今の幸せも、未来の幸せも、壊させたりしないよ。今度こそ、必ず。騎士君のあったかい力、前よりもすごく強くなってる。私の気持ちも同じだよ。騎士君の気持ちは、どう？戦いや普段の時だけじゃなくて、もっといろんな時間を騎士君とずっと一緒に過ごしたい。まずは食事に誘わなくちゃ。たとえこの先に何があっても、騎士君を、みんなを守りたいの。私のすべてをかけて。この思いは誰にも負けない。これだけの大きな魔力、本当に使いこなせるのかな？うん、私はもう迷わない。この瞬間に全力を出し切る。チェンジ、プリンセスフォーム。あれ？変身しちゃってる。あ、キシ君。今のはちょっと言ってみたかっただけで。変身したらお腹が減るけど、何かを頑張った後のご飯って美味しいから、楽しみだよね。今日は何を食べようかな。この力を使ってるとき、騎士君の格好は変わらないんだね。私がプリンセスなら、王子様みたいに。なんでもない。騎士君のためなら、私はどんなことが起きても平気だよ。騎士君と一緒にいられて、騎士君が笑顔でいてくれたら。騎士君と二人でパワーアップ。すごく嬉しくて、胸の奥の気持ちが溢れ出そう。これも力の影響なのかな？行ってらっしゃい。コッコロちゃんとシェフィーちゃん、とっても楽しそう。主様のために少しでもいい食材を選びたいか。コッコロちゃん、本当に騎士君が大切なんだね。騎士君、よく眠ってる。こうして眠ってる時は前と何も変わらない。騎士君、どうしてまた赤ん坊みたいになっちゃったんだろう。カリザ君や他の人たちが、いつまた戦いを仕掛けてくるかわからないし、今はコッコロちゃんやみんなの代わりに、私がキシ君をお世話するね。あ、起きちゃった。おはよう、キシ君。うん、私、ユイだよ。お腹は空いてる？おトイレは大丈夫？騎士君、どこ行くの？ちょっと待って。ココロちゃんとシェフィーちゃんは今ちょっとお出かけしてるよ。戻ってくるまで私が騎士君と一緒にいるね。それにみんなも用事が済んだら今日もここに来るって。だから落ち着いてね。そっか、今の騎士君が誰かと二人きりなんてことはほとんどなかったから、静かすぎて怖くなっちゃったのかな。やっぱり私、今の騎士君とも上手に会話できてないよね。私なんかよりずっと年下なのに、ちゃんと騎士君をお世話できてる。コッコロちゃんはすごいな。ああ、泣かないで。どうしよう。そうだ、お菓子食べる？いらない？そっか。
騎士くんごめんね。私ちゃんとお母さんできてないよね。やっぱり私じゃダメなのかな。騎士くんは困ってる人がいたら放っておかなかった。私だって困ってる騎士くんに手を差し伸べたい。私もやれるだけのことをやらなくちゃ。お母さんが私や弟たちにしてたことを騎士くんにしてあげたらいいんだ。確かお母さんこんな時は抱きしめてくれたな。抱きしめる？ああごめんね、大声出しちゃってびっくりしちゃったよね。恥ずかしがってる場合じゃない。騎士くんの寂しさを今埋めてあげられるのは私しかいない。今の騎士くんは赤ん坊、まだお母さんのぬくもりが必要な小さい子供。心ごと包み込むように騎士くんを優しく抱きしめる。大丈夫だよ、私がそばにいるから。みんながいなくて怖かったね。寂しくなっちゃうよね。私が一緒にいるよ。寂しくなくなるまで一緒にいてあげる。だから安心してね。ほら、私のことギューってしてみて。騎士くんと一緒にいるのわかるかな。騎士くん、私のぬくもり届いてる？さっきはごめんね。そばにいたのに気づいてあげられなくて。そうだよ、ゆいだよ。騎士くんをギューってしてあげてるのが私だよ。騎士くん、私のぬくもり届いてる？さっきはごめんね。そばにいたのに気づいてあげられなくて。もう一人にしないから。ずっとずっと近くにいるね。騎士くん、最初は震えてたけど、今はもう止まってる。よかった。不安じゃなくなったみたい。よしよし。騎士くんの体、こんなに近くに感じるの初めてだ。なんだか私も落ち着いてきた。どうしたの、騎士くん。もう平気？そっか、よかった。じゃあ離れるね。はあ、なんとかなったみたい。表情もこわばってないし、ちゃんと効果があったんだ。それにしても、こんな風に騎士くんを抱きしめるなんて、想像もしてなかったよ。それに、騎士くんに今まで感じてたものとは違う気持ちになってる。ドキドキじゃなくて、胸の奥からじんわり温かくなる感じ。恋とは違う、愛情なのかな。お腹空いちゃったの？やっぱりそれもあったんだね。んー、でもこの後ご飯だから。軽くお腹に入れるものなら作ってあげてもいいかな。ちょっと待って。何にしようかな。騎士くん？やっぱりまだ寂しい？火を使うかもしれないし、じっとしててほしいけど。それって、騎士くんのためにはならないよね。あのね、騎士くん。ちゃんと私の言うことを聞いて、お手伝いできる？いいお返事だね。よし、じゃあ一緒に作ろっか。後でコッコロちゃんたちにもご馳走しちゃおう。たとえどんなに小さなことでも、騎士くんが元に戻るきっかけになるかもしれないって信じてあげなくちゃ。そのためには今日みたいに私が騎士くんにしてあげられることを一つでも多くやっていきたいな。
この間はみんな無事でよかった。カイザーインサイトさんとは違う人たちとまた戦わなくちゃいけないんだ。それにプリンセスフォーム、あんな風に変身してすごい攻撃魔法が使えるなら今までの戦い方を見直さなくちゃ。よし、今日は頑張ろう。守りと回復だけじゃなくて攻撃もできるようにならないと。みんなで騎士君を守ってあげなくちゃ。フラワーショット。プリンセスフォームになれるかもしれない今なら、普段はみんなの援護に回りながら戦況次第で変身して攻めに加われるようにならなくちゃいけない。最初に変身した時はペコリーノちゃんも一緒だったし、勢いでどうにかなった部分が大きかったよね。これからは勢い任せじゃなくてちゃんと状況を判断できるくらい、今よりもっと動じない心を作っていきたいな。でも動かない的が相手だと攻撃を当てるのは難しくないし、こっそり練習したかったけど誰かに付き合ってもらった方が良かったかな。それに本当はプリンセスフォームに変身して練習するのが一番効果的だけど、そのためには騎士君がいなくちゃいけないし、こんな時騎士君がそばにいてくれたらな。何言ってるの私、特訓の時からこんな弱気じゃダメだよ。うん、よし、気を取り直して頑張ろう。岸くん、どうして？コッコロちゃんとキャルちゃんは一緒じゃないの？一人で来たってここまで？どこも怪我してない？歩いて疲れてない？あ、よかった、体調は大丈夫みたい。岸くん、どうしてこんなところにいるの？私を？いつから？町で？ひょっとして町の外に出る前からずっと私のこと見つけてついてきちゃったんだ。特訓で頭がいっぱいだったから気づかなかったよ。そういえばここに来るまで全然振り返らなかったな。調子に乗って平原まで行かなくてよかった。あそこまで岸君がついてきてたらきっと大変なことに。それに町の外でガリザ君や仲間の人たちに襲われたら、私一人じゃ岸君を守りきれないかもしれない。早く町に戻らなくちゃ。気づかなくてごめんね。一緒に帰ろう。きっとみんなが心配してるよ。なんでって、騎士君が危なくなるといけないから帰った方がいいと思って。騎士君にもみんなにも迷惑はかけたくないし、特訓はまた今度で。それは騎士君のことが心配だから、これ以上は続けられないよ。騎士君にもみんなにも迷惑はかけたくないし、特訓はまた今度で。いつまたプリンセスフォームになれるかもわからないから、本当はそれを試してみたい気持ちもあるけど、しょうがないよね。騎士君の安全には変えられないもん。そんなことないよ。私一人じゃそんなに強くないし、騎士君が私を頼りにしてくれるのは嬉しいけど、プレッシャーにも感じちゃう。私一人で騎士君を守りきれるのかな。もしそうなったら、自信ないよ。こんな時騎士君だったらどうするんだろう。騎士君はいつも躊躇せずに私を助けてくれた。なら私もそんな時が来たら必ず同じことをしてあげたい。それでいいよね、騎士君。ありがとう、岸君。やっぱり私
もうちょっと特訓するね。私が特訓してる間はあんまり遠くに行かないで。約束できるかな。ありがとう。それじゃあ気を取り直して。やっそれ。まずは足止めして、動けなくなった相手にそのまま攻撃魔法を連続で畳みかける。これで成功かな。岸くん、今の見ててくれた？あれ、岸くん、よかった、遠くには行ってない。けど全然良くないよ。待てて、岸くん、今助けるから。シューティングスター、いっけー。ふう、弱い魔物だったみたいで助かったね。岸くん大丈夫？怪我はないかな。ああ、よかった。すごくびっくりしたし、心臓がキュッてなっちゃった。ものすごい緊張感があったし、今のは一人で特訓してる時より身になった気がするよ。そっか、これからは岸くんが危ない目にあったとしても、今みたいに私が助けてあげられたらいいんだ。なんて言ってみたけど、そんなことを本当に。でも今は、もしもの時にはプリンセスフォームだってある。これからは私にできるならやるしかないよね。そうだよね、岸くん。え、岸くん、あー、またどこかに行こうとしてる。岸くん待って、どこに行くの、止まって。じっとしてて。あれ、本当にじっとしててくれる。そっか、最初からそうお願いしてたらちゃんと聞いてくれたんだね。でもよかった、あれだけ魔物と会ったのに岸くんがちゃんと無事で。私一人でちゃんと戦えたし、今日だけでもすごく成長できた気がする。結果の話になっちゃうけど、岸くんがいてくれてよかったのかも。岸くん、もうそろそろ日が暮れて夜になりそうだし、町に帰ろう。岸くん、岸くん、まだ寝ちゃダメだよ。起きて町まで帰らなくちゃ。どうしよう、もしここで岸くんが眠っちゃったら、今度こそ私一人じゃ守りきれないよ。一人で立てる？ごめんね、眠いよね。ほら行こう、みんながお家で待ってるよ。少し歩くけど我慢してね。強くもなりたいけど、一人で岸くんのお世話ができるようにもなりたいな。お弁当は忘れずに持ってきたし、うん、準備完了。今日は頑張ろう。この間は大変だったな。まさか岸くんがついてきてたなんて思わなかったし、もしかしたら今日もついてきてたりして、なんちゃって。そんなわけないよね。あれ、今誰かがこっちに近づいてきてたような。
気のせいじゃないよね。岸くん、どうしてここに？もしかしてまた私を見かけたからついてきちゃったの？この前町に戻った後で、危ないからあんまり外に出たらいけないよって言われてたのに。こっころちゃんだってプリンセスフォームに変身できる私かペコリーナちゃんが一緒じゃない時は町の外に行っちゃダメだって。そっか、だから私がもう一回町の外に行かないかこの辺りで待ってたんだ。ううん、謝らなくていいんだよ。みんなから言われたことちゃんと守ったんだ。岸くんは偉いな。だからこれはご褒美。言いつけをきちんと守った岸くんは今から私と町の外へお出かけできます。あ、その代わり私のそばからいなくならないで。今言ったことも守れるかな？元気なお返事をありがとう。じゃあ行こう。威力の高い攻撃魔法を連続で放つならもっと早くしっかりと魔力を貯められるようにもならなくちゃ。よし、一人でレイジレギオンの人たちと戦うかはともかく、この前みたいに何かあった時騎士君を守り抜けるくらい強くならないと。それにみんながペコリーヌちゃんだけじゃなくて私にも騎士君を託せるって信じてくれた。その気持ちを裏切りたくない。うん、前より早くできてる。うん、でも攻撃方法を判断しながらだと遅くなっちゃう。今度は発動する魔法を選びながらやってみよう。何かあった時に魔力が切れると困るし、ちょっと休憩しよう。岸くん、ちゃんとおとなしく座っててくれたんだ。偉いね。そうだ、そろそろお腹空いた？そこにあるお弁当食べていいよ。うん、ご飯だよ。連続でプリンセスフォームになることがあるかもって思って、栄養も取れてお腹にたまりやすい具材でおにぎりを作ってみたんだ。気に入ってもらえるといいけど、どうかな？おいしい？よかった。お腹が空いちゃうならその対策もやっぱり必要だよね。ああ待って、お口の端っこにご飯粒が。今の騎士君と普通に話せるようになったけど、最近私なんかお母さんっぽくなってきた気がする。でもよかった、今日会った時の岸くん暗い顔してたから元気になったみたいで。それに私が岸くんを守るからって一緒にどこかへ行ける日が来るなんて。岸くんたちと出会う前はあんまり自分から積極的に何かをしようって思えなかった。ここまで変われたのは全部岸くんのおかげだよ。岸くんが私に勇気をくれたから私は今ここにいられるの。ありがとう岸くん。うん、大丈夫、わからなくてもいいよ。私がお礼を言いたくなっただけだから。こちらこそ、岸くんに支えてもらってた私がどうしてもお礼を言いたかったの。ねえ岸くん、もしも岸くんと出会わなかったら私は今頃どうなってたのかな。今はもう岸くんと離れるなんて想像もつかないよ。岸くんどうしたの？まだおにぎり残ってるよ。わあ、岸くんどこに行くの？待って。はあ。
一人でどこかに行かないって約束してくれたのに、どうして。魔物、あんなに大きいのがどうして平原なんかに。それにあの人たち、魔物に追われてる。もしかして騎士君はあの人たちの声が聞こえたの？だから一生懸命ここまで走ってたんだ。どうしよう、どうすれば。ありがとう。君も早く逃げるんだ。ほら早く。騎士君、あの人たちが逃げやすい方向に誘導してる。でもあのままだと騎士君が魔物に襲われちゃう。そうだよね。騎士君はいつだってどんな状況でも今自分にできることを精一杯やってたよね。私も今の自分ならできることをしたい。魔物を引きつけるフラワーショット。効いてない。それなら、いやー、どうしてこっちを向かないの。えい、こっちを向いて。もう二度と騎士君には悲しい目に遭ってほしくないの。だからお願い、シューティングスター。よかった、こっちを向いてくれた。ここからどうしよう。ううん、迷ってちゃダメ。とにかく行動しないと。騎士君、私諦めずに戦うよ。みんなが託してくれた騎士君を私が守り抜いてみせる。あの時は本当に悲しくて怖くて悔しかった。騎士君からもらったあったかい力がなくなって、どんな魔法をかけても騎士君の傷が治せなくて、私の力だけじゃ騎士君を助けられなかった。私がもっと強かったら騎士君を助けてあげられた。私にもっと力があればって何度も何度も思った。今思い出しても全身が震える。無力さと絶望で体から力が抜けそうになるの。あんなことを繰り返すなんてもう嫌。たとえ何があっても騎士君を守るためなら私は逃げない。私の願いを叶えるために。新たな鍵、万象の塔の頂より天の底へと深く静かに開け放たれた心の奥底めがけ唱えよ。この感じ、あの時の騎士君。力が合わさって強くなったのは、魔力の量だっていつもと比べ物にならないくらい多い。
これなら光の精よ、我にあまねく天地を断ち切る力を。ここに満ちるは極限の輝き、天を貫くきら星、地をうがつ流れ星、誕生の初光と終焉の残光、何時ら交わりて破壊をもたらす閃光の雨となれ。降り注げディバインレイン、いけー。騎士君を傷つけるならたとえどんな相手でも私は戦うよ。また変身できた、やったね騎士君。お、もう変身が解けちゃった。急にお腹がペコペコに。やっぱり変身するとこんな風になっちゃうんだ。大丈夫ですかお嬢さん。はい、私は大丈夫です。お腹は空いちゃいましたけど。そうか、無事で何よりだ。ところで、私たちを誘導してくれた彼は君の仲間なのか。あ、そうです。騎士君は私にとって大切な仲間です。やっぱりそうか、見ず知らずの私たちを二人で一緒に助けてくれるなんて、なんとお礼を言っていいやら。そんなどうしよう、お腹が減っちゃって話どころじゃないよ。作ってきたおにぎりだけじゃお腹いっぱいにならないかも。あの、私たちはこれで。騎士君、行こう。待ってくれ、何かお礼をさせてくれ。はん、はん、ごめんね、私ばっかりたくさん食べちゃって。恥ずかしい。どうして料理を注文する手も口に運ぶ手も止まらないの。おいしいよ。でも一度にこれだけの量を食べちゃうとだんだんおいしいのか分かりづらくなっちゃいそうで。騎士君、今日は本当にありがとう。騎士君のおかげであの人たちを助けられたし、また変身もできたよ。お願いします。変身して強くなれるのは嬉しいけど、こんなにお腹が減ってると味わって食べるのが難しいよ。騎士君、今日は本当にありがとう。騎士君のおかげであの人たちを助けられたし、また変身もできたよ。今日みたいに変身して戦う感覚をもっと身につけられたら、騎士君やみんなを守れると思う。あのね、だからこれからも練習が必要で、そのまた今度一緒に街の外に行ってほしいの。どうかな。騎士君ありがとう。きっとあの力を使いこなせるようになって騎士君を守ってみせるから。こんにちは、キズくん。今日は特訓じゃなくて、お料理を持ってきたの。はい、これ。うちのお店で作りすぎた料理と、こっちは、私から。日頃のお礼のケーキだよ。ケーキは大きく作っちゃったから、ココロちゃんたちと一緒に食べてね。
時から食べちゃうの？おいしい。よかった。あれ、ケーキが光ってる。おかしいな、変なものは入ってないはずだけど。あ、光がどんどん強くなる。思い出した、この光前にも。キチ君、ゆいちゃん、またね。うん、またね。忘れ物は大丈夫。やっぱりもう一回見ておこうかな。まだ帰ってないよね。よし、今日こそ一緒に帰ろうって誘わなくちゃ。あの日、私の気持ちを伝えて受け止めてもらえたのはすごく嬉しかった。でも次に何をしていいのかわからなくなっちゃって。また一緒に帰るところから始めてみようと思ったけど。どうして前より緊張するの？声もかけられないよ。そんな、いきなりそんなこと言われても。本当は一緒に帰りたいのに、突然すぎるからびっくりしちゃった。これって返事してもいいんだよね？うん、一緒に帰ろう。嬉しい。ちょっとだけ待ってて、すぐ準備するから。あれ、なんで私が誘われちゃったんだろう。こんなはずじゃなかったのに。ああ、おかしいな。私から誘おうと思ってたのに。まだまだ推しが弱いな、私って。それにもうすぐ別れ道に着いちゃう。せっかく誘ってくれたけど、ちゃんとお話できなくて申し訳ないよ。やっぱりここは私が頑張らなくちゃ。あのね、さっきは誘ってくれてありがとう。少し寄り道してもいい？言えた。でも忙しいなら一人で行くから。目的があるわけでもないし。本当に嬉しい。寄り道に誘うだけでこんなに緊張するなんて。あのね、私駅前の方に行きたいな。いいよね。あのお店、やっとオープンしたんだ。知ってる？美味しいケーキが食べられるお店なんだって。コーヒーや紅茶の飲み物にもいろんなこだわりがあるみたい。私今二人で街を歩いてる。どうしよう、喉がもうカラカラで上手におしゃべりできない。会いてみてもいい？歩きながら話してたら喉が渇いちゃって。ありがとう。お、入り口は、まあ、あそこだね。いらっしゃいませ。2名なんですけど。あちらの席が空いております。メニューはテーブルにございます。すぐにお水をお持ちいたしますので少々お待ちください。ありがとうございます。ねえ、あの子たちって。だね、あの感じはそうでしょ。お、あの人たちからもそうだけど、お店に入って妙に視線を感じる。もしかして私たち他のお客さんからカップルに見えてる？そうだとしたら嬉しいな。
でもカップルなら他にも。いない、私たち以外みんな女の人同士のお客さんばっかり。ごめんね、居心地悪くないかな。私は大丈夫。あなたのお小僧大丈夫？ご注文はお決まりでしょうか。なお当店本日レディース&ジェントルメンデーとなっており、女性と男性でお越しいただいたお客様にサービスがございます。え？はい、とりあえずこの紅茶セットで。かしこまりました。そちらのお客様は？はい、コーヒーとのセットで。紅茶はミルク、レモン、ストレートの3種類がございまして、ホットかアイスがお選びいただけます。アイスのミルクティーで。ありがとうございます。少々お待ちくださいませ。え、はい。お腹空いてないのにケーキ頼んじゃった。今月の小遣いいくら残ってたかな。でもこれってデートだよね。一緒に寄り道してるだけじゃないよね。成り行きでこうなっちゃったけど、せっかくのチャンスだし、いろんなことをお話ししたいな。まずはお水を飲んで喉を潤さないと。ごめんね、びっくりしたよね。ちょっとむせちゃっただけで大丈夫だから。何慌ててるの私。ケーキが来るまでにちゃんと落ち着かないと。お待たせいたしました。サービスデーセットのケーキとお飲み物です。本日はイチゴを一つずつ追加で添えさせていただきました。ありがとうございます。わあ、美味しそう。このお店のケーキ、見た目がオーソドックスなのは理由があって、素材と味にこだわりたいからなんだって。お腹が空いてたわけじゃないけど、これなら全部食べられそう。いただきます。おいしい。口当たりがあっさりしてるのにしっかりとした味わいがある。素材がそれぞれの味を潰さない綺麗なバランス。ああ、ごめんね。料理のことになるとつい夢中になっちゃって。あなたのケーキも美味しそうだね。食べてみるって。それって自分で食べるから大丈夫だよ。じゃあちょっとだけ食べちゃうね。サービスでもらったイチゴ美味しそう。もしかしてこれカップルで食べさせ合うために。いいよ、自分のフォークで食べるから。ほら、ここにあるし。どこをもらっていいのかな。サービスでもらったイチゴ美味しそう。もしかしてこれカップルで食べさせ合うために。絶対そうだよ。あのお客さんたちこれを知ってたから私たちのこと見てたんだ。その一口分のケーキは自分で食べるんだよね。ごめんなさい、やっぱり私の分だよね。食べます。お願いだからちょっと待って。心の準備が。誰も見てませんように。周りの目を気にしない。いただきます。多分美味しいんだと思うんだけど。
ドキドキして何を食べてるのかもよくわからないよ。これってケーキ？ケーキでいいんだよね。やっぱり聞かれるよね。とりあえず集中して味を感じよう。とっても美味しいよ。私のケーキと違って濃厚ですごく食べ応えがあるね。男の人はこれくらい濃い味の方がいいかもしれない。弟たちに買っていってあげたら喜びそう。あ、そうだ、私のケーキも食べていいよ。はい、どうぞ。私があなたに？食べさせてもらうだけで顔から火が出そうだったのに、これ以上は全身が爆発しちゃうよ。でも自分だけっていうわけにはいかないよね。少しでもあなたに美味しく味わってほしいし、私もイチゴを一つ添えて、じゃあ、はい。もしこんなところをまことちゃんに見られたら、絶対一週間はからかわれるよ。わあ、思いっきりパクってしちゃってる。どう？おいしい？あ、そっか、お口に合ってよかった。ひょっとして照れてる？まさかカップルみたいなことがしてみたかったの？そうだとしたら恥ずかしかったのは私だけじゃないのかな。そうだよね、せっかく二人一緒にいるんだし、この時間をもっと大切にしないと。こんな風に二人だけで過ごせる時間を。そうだよね。そういえば、どうしてこのお店のことを知ったかっていうとね、クラスの人たちが。ありがとうございました。もうこんな時間なんだ。最初はドキドキしてばっかりだったけど、気づいたらあっという間に時間が過ぎちゃった。今日は付き合ってくれてありがとう。そろそろ夜になっちゃいそうだし帰ろうか。ね、もうちょっと一緒にいてもいい？あと少しだけ寄り道したくなっちゃった。よかった。お家に帰らなくちゃいけないかもしれないし、いいって言ってもらえるか心配だったんだ。じゃあ行こう。できるだけ長く寄り道したいから、公園を回って帰ってもいいかな。ありがとう。岸君がいてくれるなら安心だね。じゃあ行こう。できるだけ長く寄り道したいから公園を回って帰ってもいいかな。はいはい、お疲れ様。もういいわよ、ごちそうさまでした。何よ、あの初々しさに満ちたあんたとユイの距離感。見てるだけで何回口から砂吐きそうになったことか。っていうかあんた、ユイには妙に推しが弱くなるわよね。またひょっとしてあんたあれで他の子よりも推してるつもり？はあ、だとしたら全然足りてないわよ。もっと頑張りなさいよね。まあユイの場合これ以上しちゃうとパンクしちゃうかもしれないけど、それにしても少しずつだけどユイが自分から勇気を出せるようになってきてよかったわ。これから先きっとあの子の勇気が必要になる時が来る。そんな時あんたが一緒にいて力を貸してあげなさい。プリンセスナイトやプリンセスフォームみたいな力だけじゃない、あんたたちの絆や思いが未来を切り開くきっかけになるわ。それじゃまたね。あれ、岸くん、
私寝ちゃってたんだ、うん、ごめんね。疲れてたのかな。そうだ、ケーキもっと食べていいよ。おいしい？あ、そっか。本当はさっき見てた夢みたいに、キチ君と一緒にケーキを食べさせ合えるくらい穏やかで幸せなデートができるといいんだけど、でもそれはいろいろなことが落ち着いてからにしないと。そうだよね、キチ君。今はキチ君やみんなを守って、少しでも早く平和な毎日が来るように頑張らなくちゃ。空も飛べて、ものすごく強い魔法まで使える。本当に奇跡みたい。あ、そうだ。騎士くんも一緒に飛んでみない？たとえこの先に何があっても、騎士くんを、みんなを守りたいの。私のすべてをかけて。この思いは、誰にも負けない。もう誰にも傷つけさせない。キチ君、寂しくなった時は言葉にしていいんだよ。私でよかったらずっとそばにいるから。抱きしめるのは誰もいない場所でならいいよ。キチ君、大盛りメニューがお得なお店知ってる？変身しちゃうとすごくお腹が減るし、一人で行くのが恥ずかしくて、今度一緒に食べに行きたいな。騎士君と出会って今まで過ごしてきた楽しくてドキドキして心が幸せでいっぱいになる、そんな毎日を私はこれからも続けていきたい。そして騎士君にはずーっと笑顔で美味しいご飯を食べてぐっすり眠れる、そんな未来を過ごしてほしい。誰かのために頑張れる、そんな優しい騎士君のために私も頑張って食べると幸せになれるお料理をたくさん作ってあげたいな。お腹が鳴っちゃった。町の外に出るなら私も一緒に行っていい？前は不安な気持ちになったこともあったけど、今ならきっと私もキシ君を守れるから。一人で大きな魔物を倒せるなんて本当に強い力。使う時と状況を間違えたら大変なことになる。でもこれは騎士君と二人で使う力だからきっと大丈夫。
リンセスフォーム。せっかくお姫様みたいになれたし、戦うより舞踏会で王子様と踊ってみたかったな。騎士くん、今ここで踊るの？うん、喜んで。あのね、騎士くん、騎士くんと過ごす何気ない毎日が私にとってはどんな宝物より大切だよ。戦ってる時の騎士くんはかっこいいけど、笑ってる時の騎士くんが私は一番そばで見ていたいって思うの。ずっと見ていたい大好きな笑顔。あれ?私、何を言って?忘れてほしいけど、やっぱり忘れないで!全身から勇気が湧いてくる。力があふれて止まらない。とシェフィーちゃんにもプレゼントしたいな。攻撃参加するからこそ適度に体を休めるのは大切だよね。キス君、今どこにいるの？会いたいな。胸のところが開いててスースーするのは。まだ慣れないな。何もできなかった私から少しは変われたのかな。
新しく覚えたいな。みんなで食べられる大皿向けの料理。キチ君、今どこにいるの？会いたいな。暖かい。キチ君がくれる力みたい。何もできなかった私から、少しは変われたのかな。離れててもわかるよ。温かい力で。キチ君に守られてるの。この姿でいると、私もお姫様になれた気がする。いるから。私も戦うね。守ってみせる。花びらたちを。止まって。そうね。偉大力を。ピカッと切ります。精霊を守ってみせる。花びらたちを。世界を分かつ極光。ディヴァインレイン！すごいね！やっ！ごはんごはんごはん！まだ戦うのかな？戦う力も！見てて見てて！全力全開のさらに先！超全力全開！プリンセスストライク！大きいです。ピカッと切ります！花びらたち！遅れは遠わせ。すべて捧げます。オーロラサンクチュアリー。止まってます。倒しません。世界を分かつ極光。ディヴァインレイン。すごいね。それ。一緒に頑張ろう。最低。サンライズプロテクション。その調子です。ペコペコですか？みんなに力を。この魔法ならきっと咲き誇れ。花の守りをここに。フラワリングヒール。感謝ですよ。止まって。一緒に頑張ろう。咲いて。サンライズプロテクション。その調子です。ピカッと切りよ。世界を分かつ極光。ディヴァインレイン。全開のさらに先。超全力全開。プリンセスストライク。大きいです。みんなに力を。任せてくださいまし。えい。遅れは問いません。すべて捧げます。
オーロラサンクチュアリー、チューしちゃいます。世界を分かつ極光ディバインレイン、イケイケです。お腹が空きすぎて動けません。飲食店へ参りましょうか、ペコリーヌ様。私も戦うね。戦う力だ。思いを込めた流れ星、ハツネちゃんの全力だよ。シューティングミティア、キラー。いい調子。好きだらけです。行くわよ。世界を分かつ極光ディバインレイン、ミラーミラー、たたきだれ。お姉さんの本領よ、セブンスヘブン。勝者、世界を分かつ極光ディバインレイン。よーし、私だって当たって。私が守るわ。サマーブライトフォース、食らいます。思いを込めた流れ星、シューティングミティア。世界を分かつ極光ディバインレイン、好きだらけ。世界を分かつ極光ディバインレイン、あなたに力を。もう一人の私、ミラーミラー。思いを込めた流れ星、シューティングミティア。お姉さんの本領よ、神聖なる主導、セブンスヘブン。誰？